アムンンの南極探検中、フラムゴフラムゴーとは、ノルウェーの探検船。重量402トン、高さ39メートルの木造スクーナーで対氷のため丸底になっているのが、大きな特徴。フリチョフランの指揮のもとに元船を使用し、北極海の海氷に閉じ込められたまま漂流するという、野心的な観測探検が行われ、その観測成果から、V バルフリートエクマンが、 風送流理論を確立したので有名である。南線は北極海における海流の研究の際、シベリア産の松の流木がグリーンランド東岸に漂着したり、シベリア北岸で漂圧のため破壊されたアメリカ探査船ジャネット号の遺物が3年後グリーンランド南東岸に漂着したことなどの事実から北極海の海流がシベリア北岸からグリーンランドに流れているものと推論した。 そして、これを実証するため、氷圧によって破壊されない底が、丸い特殊な形の船体を持つ船で氷に閉じ込められ、そのまま漂流すれば、蒸気の説を実証できるとし、フラム号を建造。船底にコルクやフェルトなどを入れて、保温効果を高めるようにした。そして13名の隊員と共に1893年6月に、ノルウェーを出発した。 同年の9月25日シベリア北岸沖で氷に閉じ込められ、そのまま漂流を続け北極海を横断3年後の1896年8月12日、グリーンランド海にてダイナマイトで氷を破り脱出、帰国する。この間、南線は氷上に降りて北極点到達を試みたが果たせなかった。フラム号で行われた観測の成果は主として、 南線により六巻の報告書にまとめられた。主な発見は、死に水現象、風に対して海流が、右辺すること、北極海流系に関するもの、などである。1898年から1902年に、行われたオット・スベルドルップ式のカナダ北部、北極海の探検、および1九百十年から九百十二年に、行われたロアールアムンン式の南極探検に、 使われた。現在、フラム号は、ノルウェー国民の誇りある歴史的記念物として、オスロ市西部ビグドイ半島地区のフラム号博物館に、保存、展覧されており、甲板から船の中まで見学することができる。アムンセンは、南極探検の際に、クジラ湾に設営した基地を、フラムヘイムと命名している。ありがとうございます。